キャンプジレットはアメリカ合衆国の実業家、発明家で安全カミソリの発明者、カミソリメーカーザジレットカンパニーの創業者、ウィスコンシン州フォインデュラクに生まれる。1859年に家族でイリノイ州シカゴへ移住するが、1871年に父がシカゴ大火で全財産を失ったため、一家の生計を支えざるを得なくなる。 安全カミソリの特許1890年代は、容器、包装材メーカークラウンコルクシールのセールスマンをしていたが、王冠戦を発明した雇い主ウィリアム・ペインターの使い捨て製品を発売すれば客が安定するとの言葉をヒントに薄い鋼の刃を使った使い捨てカミソリの発明を思いつく。機械工ウィリアム・ニッカーソンと共同で T 字型買えバ式安全カミソリの開発に取り組み、1901年9月にアメリカンセーフティレザーカンパニーを設立。同年12月に特許を申請。製造、販売を開始した1903年の売り上げは、カミソリが51個、買えバが168枚に過ぎなかったが、飲料などのおまけとして、本体を無料配布したところ、 翌1904年には9万個のカミソリと12万枚の替え場を売り上げ次第に軌道に乗り始めた。これはカミソリと替え場のビジネスモデルと呼ばれ現代ではインクカートリッジなどにも応用されている。1918年には米国政府から第一次世界大戦従軍兵士のための350万個のカミソリと3600万枚の替え場を受注しジレット社は 世界最大の紙ソリメーカーへと成長した。1932年7月9日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて77歳で死去。巨万の富を得たが、投資の失敗や会社の主導権を握る闘争で浪費し、裁判年には手元には100万ドルしか残らなかった。ジレットは空想的社会主義者でもあった。著書に、ザ。 ヒューマンドリフト、ワールドコーポレーション、ザ・ピープルズコーポレーションなどがある。エルネスト・ブイ・ヘーン1976、ファイア・オブ・ジーニアス・アンカープレス。ありがとうございます。